この5人のメンバー名とスキル名言えますか？え、深淵のネクロマンサー宇田川子ちゃん、レライフが900以上あれば、スコアが 110% 以上アップする。で、もう5分、何分やってないんだろうな。もう2、3分始まってないね。もっとかな。もうちょっと待つ。でもこれもう俺のアプリ内データが壊れてる可能性あるよね。ね、この前ダウンロードしたじゃん、再ダウンロードね。多分そのダウンロードの時に破損しちゃったかもね。これ俺がキャッシュクリアした方がいいかな、一回な。多分でも今まで初めてだったからな、これな。やっぱりデータが壊れてると、これ関係あるかどうかわからないんだけど、まあ、正しくキャラクターが表示されなかったり、またはダウンロードができなかったりする現象があるらしいから、ひょっとしたらこれもなのかな。だってうちの、見ますか、俺のピンズ見てください。時々あれだからね、俺のピンズ変わるからね。今ちょっとあれだけどさ、ちょっと見てたら、じゃあもうちょっとこれは申し訳ないけど切りますね。ね、マッチングしてブーストも消化してるのにな。この4人には申し訳ないけど、多分このままいくと一生俺たちこのまま定年を迎えてしまうから、ちょっとその未来は待ち望んでないと思うから、切りましょう。俺しかいなかったな今ね。たった一人の対バンだ。対バンって何だったっけ。いやー、さすがに一人じゃ A は無理か。あー、さすがに一人じゃ A は無理か。ここのキャッシュクリアっていうのがあるので、このキャッシュクリアを押していただいて、キャッシュをクリアすると、でこれでキャッシュ、まあアプリ内のデータが全部なくなったという、データっていうか、まあアプリ内の、まあアプリデータかな、なくなって、ここからまたあのインストールが始まるんですよ。まあちょっとこれ全部ダウンロードしますけど、まあこれで一度破損したデータをもう一度新しい、まあ破損してないデータでダウンロードすることによって、まあバグが抑えられるっていうことですね。じゃああれが見れる、オープニング、ポッピンパーティー。ガールズバンド時代にキラキラ輝く5人組女子高生バンド。自分たちの気持ちを音に乗せてたくさんのドキドキを届けるために日々ライブをしている。アフターグロー、幼馴染5人で結成されたガールズバンド。変わりゆく環境の中、彼女たちは音楽を通じていつも通りの日々を過ごしていく。羽沢つくみちゃんが可愛い。パーティーナイト、芸能事務所初のアイドルバンド。一人一人がアイドルとして活躍中。アイドルとしてバンドとして夢を追いかける彼女たちは、彼女たちの姿が輝いている。そして主役のリスト先輩は美しく、他のアイドルとは凛々しい。ロゼニア、一人一人の技術の高さに裏付けた圧倒的な音楽を誇る音楽家バンド。5人はロゼニアとして誇りを胸にさらなる高みを目指し活動を続ける。さらさらかっこいい。俺あんだけ言ったのに、俺あんだけ言ったのにダウンロード一つも終わってないの。あれランちゃんどう思ってるんだろうね、あれね、気になるよね。あれもう無なのかな、それとも今日は風が強いなって思ってるのか、それとも心の中ではエイエイオーと言ってるのか、まあ、気になるところですけどね。もう